い、どうもどうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。甘栗旬です。ということでね、今日も早速動画やっていくんですけれども、ファンの人のコメント、今日も動画面白かったです。やっぱ2人の掛け合いは最高、面白い、またいい動画作ってくださいとか、いやー、ウケる、最高みたいな、いやー、いい動画勉強になりました、また動画頑張ってください。まあ大体がね、まあコメント欄っていうのはいいコメントがまあ大体多いとは思うんですけれども、いつも応援してますとか、いやーさすがですとかね、いいコメントが多いのが大体だと思うんですけれども、今回の話題はちょっと動画拡大します。よいしょ、あら、よいしょ、よいしょ。某人気 TikToker が YouTube やるってなった時のファンの反応ってことで、まあコメント欄ですね。まあ某人気の TikToker さんが、あの動画で、僕たち TikTok で半年頑張りますって言ったんですけれども、 YouTube でも頑張るんで、ぜひ応援してくださいっていう動画上げたやつあるんですけど、その動画に対してのコメント、いいコメント、中間のコメント、批判コメントってことであるんですけれども、まずいいコメントね。こんなに頑張ってるなら YouTube でももっと稼いで頑張れるよとか、 YouTube も絶対面白いと思うな、応援してます、 YouTube も TikTok も両方見ますとか、楽しみです、応援してますっていう感じですね。まあ他にもいっぱいあったんですけれども、で続いて中間それ以外のコメントです。金に行ったところで何が悪いんだよ、金がないと生活できないし誰でも稼ぎたいと思うだろ、金稼ぎって思うかもしれないけど TikTok でも YouTube でも見れる、やったーとはならないの、わらみたいな、金金言ってるやつらは一生ボランティアでもしとけとまあそんな感じですね。まああと TikTok ぐらいがちょうどいいのにっていう、まあ参考意見みたいなコメントもありますね。続いて批判コメントね、TikTok やってる人が YouTube 行きますみたいな動画上げたらですよ、結局金に行ったか、結局金か、金稼ぎのためだろ、異論は認めん、お前らも金かってね、まあ、そういう、まあなんか金稼ぎたいだけだろみたいな、TikTok 応援してたのに YouTube、 まあ YouTube って稼げるっていうイメージ皆さん強いと思うんですけども、その、まあ、TikTok がまあ収益っていうかお金稼げるのか分かんないですけども、まあ YouTube に結構流れてくる TikToker さんとかも結構俺も見てますし、多いですよ結構、TikTok でこう人気になって YouTube 出しますみたいな人結構いますよ、全然いっぱいいますよ。なのでこの某人気 TikToker さん、これ4日前か5日前ぐらいの動画なのかな、僕たち TikTok やってるけれども YouTube 頑張りたいと、やっていきたいと思います、応援してくださいみたいな、その動画に対してね、お前結局金かよ、金に走ったかとか、お前金なのか結局みたいな、まあね、金行ったところで何が悪いんだよ、みんな生活のために稼ぐんだよとかね、TikTok とか YouTube も見れるしやったなって思わないのみたいな、まあそういう意見もあるし頑張ってくださいっていう意見もあるけど、もうほとんど悪いコメント、金に行ったから、金かよ、お前どうせ金かよみたいな、もう応援する気ねえわとか、なんとかってこう、やっぱね人気になるとね批判コメントはねつくと思いますけれども、いやなんかファンの人ってこう手のひら返しっていうか、まあ顔が見えないし匿名だったりとかするからあれだけど、ほんと手のひら返しだなと思って、いやーなんか怖いというか、なんというか、はぁーみたいな難しいですよね、一生 TikTok やってるみたいないや YouTube、 TikTok もやってるけど YouTube もやるんでよかったら見てねって感じで、あ、応援してます頑張ってねとか、あ、たまに見に行きますとかでいいじゃんね、悪いコメントがね、まあね、人気になることによってそういうのつくんだろうけど、なんか見てて気の毒だなというか、まあはあみたいな
まあ、ファンの人なんて手のひら返しなんだなっていうことでね、本当に。いやまあ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 、まあ、ほとんどの人は頑張ってとか応援してるのが多いと思うんだけど、こういう悪いっていうか、結局お前ら金に走ったのかみたいなのが多いんで、まあ難しいですよね。まあ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 、ただこういう意見があるよっていうことなんでね。まあ YouTube、TikTok やってて YouTube やる人結構いますからね。別にだんだん今普通になってきてますしね。何個もやってますとかね、インスタライブもやりますけど YouTube もやってますとか、 YouTube もやるし TikTok もやるしインスタライブもやるしって、もう掛け持ちじゃないけどいっぱいやる人もいるんでね、全然ありだと思いますけどね。まあいろんな考え方ね、頑張ろうと思ってやってるんですから、こういう人気 TikToker さんもね、応援してあげたらいいと思いますよ。というわけでね、以上になりますけれども、終わりになります。どうもありがとうございました。バイバイ。